はい、皆さんこんにちは、ハルテスト生になります。本日はですね、先日8月にですね受験しました第2回目の IELTS の結果の方をですねちょっと報告を、させていただきたいなと思います。今年の4月に初めての1回目のですね IELTS 受験しまして、第1回目に関してはですね、まずはちょっと腕試し的にというところで対策をせずに臨んだんですけども、今回2回目ですので、今回ですねこちらの対策本を買いました。はい、IELTS 公認問題集ってやつですね、こちら買って、それぞれのセクション4技能のそれぞれの形式だったりとかが説明されていて、さらに模試も2回分ついているといったような、対策本になります。すごくですね分かりやすくて、日本語でしっかりと説明がされていて、ライティングとかスピーキング、どういったところっていうのが採点基準になるのかみたいな説明もあって、すごく良かったなと思います。ただですね、IELTS の対策って王道はどんな感じなんだろうと思ってインターネットで調べたんですけども、それを見た限りだと、やっぱり公式問題集は必ず直近のものを2冊か3冊ぐらいはやってくださいというふうなことが書いてあって、それが王道みたいですね。ただですね、ちょっと公式問題集とかをざっと見た感じ、かなりこう武骨な感じというか、解説とかも英語で書かれているような感じで、ちょっととっつきにくかったというか、最初からねそれに手を出すのは若干抵抗があったので、こういうちょっとフレンドリーな解説とかも日本語で、書いてくれている、こう最初向けですかね、最初に受ける方向けの問題集っていうのをちょっと今回は使いました。なのですごいねいい問題集ではあるんですけど、もう熟練の方であるとか、もう本当に高得点を狙いたい方っていうのは公式問題集もやった方がいいかなと思います。というのはさておきですね、結果はどうだったのかっていうと、この辺に出しておきますけども、オーバーオールで 7.5 といったような結果でした。スピーキングなんかはですね、前回というか1回目 7.0 だったのにちょっと今回下がってしまってるんですけども、そんな喋れなかった印象はないしですね、むしろこう前回よりもですね頑張った気持ちではいたんですけども、なんか下がってるので、ちょっとこの辺がですね自分の感覚と合わない部分かなとは思います。ただライティングはですね、前回からプラス1ということで、本当に初回はですね形式とか何もわからない状態で受けたので、どういう風にですねそれぞれのタスクで書けばいいのかっていうのはわからなかったんですけども、今回ねちゃんとタスク1に求められている書き方であるとか、タスク2に求められているものっていうのをしっかりと学んで書いたので、上がったのかなと思うんですけど、ただねそれでも、9点満点ということを考えると、マイナス2点もされているということで、個人的には文法ミスとか、あとスペルミスとかもほとんどないんじゃないかなと思ってるんですけど、こんなに減点されるんだっていうのがちょっと正直なところですね。リーディングもですね、8.5 ではあるんですけども、実際かなり余裕を持って試験も終えることができて、60分の試験なんですけども、だいたい10分ぐらいですね時間が余って、もうトイレに行く余裕もあったぐらいだったので、見直しとかもしてですね、あんまりというかもうミスなかったと思ったんですけど、多分 2,3 も間違えてしまってるのかなといったような感じですね。でリスニングについては、これちょっとね原因が分かっていて、リスニングってIELTS書き取りスペリングをしないといけないんですけど、スペリングでですね2も間違えてるところが、試験後自分で調べてみて少なくとも分かったので、それが原因かなと。で、IELTS ってどうやらリーディングとリスニングに関しては本当に数問でこうバンドがね結構変わってくるみたいなので、そのスペリングさえ、次回ねしっかりとやれば、もうちょっと最低でも8点ぐらいはねいけるんじゃないかなと思います。というわけで、今回 7.5 だったんですけども、正直、皆さんもそうだと思うんですけど、あんまりピンと来ないんじゃないでしょうか。7.5 って言われてもですね、それがどんなもんなのかっていうのがちょっと分かりづらいと思うと思うんですけど、IELTS のスコア、比較とか換算表とかで調べると、一番上にですね比較表みたいなやつを載せてくれているページがあったので、そちらをちょっと参照させていただくと、他試験との比較が載っていて、 IELTS の 7.5 っていうのは、例えば TOEIC で言うと970点から990点と、で英検で言うともう1級の上みたいですね。1級では測れないみたいな感じですね。その他で言うと、TOEFL とかね、IBT とかも留学で使われる系だと思うんですけど、これで言うと大体109点から116点ぐらい。ケンブリッジ英検で言うと CPE
ぐらいかなに相当すると、まあ、得てしてねこういう表っていうのはやっぱりこう試験の形式に合う合わないとかでやっぱ個人差出てくると思うんですけど、大体こういった感じなのかなというところですね。まあ、実際私も TOEIC は990点取ってますし、まあ、英検もですね、まあ、ありがたいことにかなり余裕を持って上 1% で合格をさせていただいておりますので、まあ、この換算表でいうところの、まあ、英検1級プラスアルファみたいなところだとすると、まあ、そんなに外れてないのかなとは思います。で、まあ、今年の4月から急にですねIELTS をなぜ受け始めたのかっていうところをちょっとですねお話しさせていただくとですね、私ずっとですねこの YouTube で TOEIC 満点っていうのを目標に掲げて、まあ、成長していく様というか勉強していく様をですね皆様にまあお届けしてて、まあ、その中で気づいたことだったりをシェアさせていただいてたんですけども、まあ、ありがたいことにですね4月に TOEIC 満点を達成しまして、やっぱり次の目標が必要だなと、やっぱり皆様からしても、まあ、満点を取った試験をずっと受け続けるっていうのも一ついいと思うんですけど、とはいえまだ自分が今まで経験してないというかやってこなかった領域でちゃんとこう成長を見せることができたらその方がいいんじゃないかなと思いまして、まあ、そういった思いでちょっと IELTS に、チャレンジをしてみたというような経緯があります。なので皆様自身がですね別に IELTS にねそんなに興味がなかったりとか受ける予定なかったとしても、まあ、大きくこの英語という枠の中では、まあ、共通のね勉強をしているかと思いますので、まあ、その中で、なんか頑張ってるやつがいるなみたいな、たまにね見ていただいて、自身のモチベーションに変えていただければなというふうに思っています。でまあ、今後 IELTS 受けるのかなんですけど、まあ、いかんせんちょっと高い試験ですので1回受ける2万5000円とか2万7000円ぐらいしますので、そんなにですね毎月受けるとかできないんですけど、まあちゃんとね公式問題集とかを使って対策ももうちょっとして、まあ、8.0 オーバーオールでですね目指せそうだなっていうようなちょっと感触はあるので、まあ、そこを目標にはして、まあ、3ヶ月とか4ヶ月ぐらいのねそういった感じの感覚になっちゃうと思うんですけど、まあ、受けようかなと思います。今年 TOEIC 満点達成した際に森哲先生にですね祝っていただきまして、一緒にこう対談動画をですね撮ったんですけども、まあ、その時にちょうど IELTS も受け始めましたみたいなことを報告したら、まあ、7.5 点もし取ったらオーバーオールで 7.5 取ったらキャンプでのキャンプファイヤーを囲みながらの対談動画を、まあ、撮ってもいいよというふうなことをお約束いただきましたので、まあ、ちょっとスケジュールの関係とかもあるので、まあ、いつになるかっていうのは分からないんですけども、そちらは絶対に実現させたいと思います。はい、というわけで今年 TOEIC 満点達成しましたけども、まだまだですね、自分の英語力は伸ばせる余地があると思ってますので、まあ、他の試験とかも活用しつつ、まあ、英会話とかもやりつつ、どん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 もっともっと成長させていただきたいなと思います。私の頑張りが皆様にとって少しでも励みになれば幸いです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。